こんにちは。インコのためのボランティアハッピーインコです。ご質問をいただきました。ケージから出てくれないという鳥さんのお話ですね。質問を読みます。えー、こんにちはいつも楽しく視聴させていただいています。我が家に3ヶ月ちょっとの赤成インコがいます。手から餌を食べたり、乗って、乗ったりしてくるのですが、ケージから出てきません。健康管理のために包丁した方がいいと聞きました。無理やりはしたくありません。 何かうまくゲージから出すコツがあったら教えてもらえませんか、うん、どうぞ、どうぞ。はい、いどうぞ。<laughs> 仕切り直して。ケージから出てくれないそうです。手から餌を食べたり、手に乗ってきてくれたりするのですが、ケージから出たがりませんっていうことですね。うん。状況がですね、ちょっと難しくて、まだ、あの、もうちょっと、 状況を知りたいですよね。3ヶ月ぐらいだから、まあ中火ながら大人になるような感じの赤星インコさんですね。手から餌を食べてくれるので、手はそんなに嫌いじゃないんです。手に乗ってくれるということだから、手のことも嫌いじゃないと思っています。思います。で、無理やりしたくないということだから、多分無理やり乗せて出しているということはないと思いますので、出てきてくれない。 うーん。そうですね。いつお迎えしたんでしょうね。多分、3ヶ月っていうから中日なんですけど、差し絵が終わったあたりでお迎えされたんでしょうかね。というのも、ひなさんで小さくて、まだ筆毛が生えているような感じだったり、もうすしちっちゃくて差し絵をしているような場合だと、ま、飛べないような場合だとですよ。 飛べないような場合だと、えっ、ー、と、差し絵をして大きく少しずつ羽が開いてきてですね、筆毛が開いてきて、羽がふさってなって、飛ぶ練習をしながら、差し絵が終わって、一人餌になってきて、飛べるようになってくると、ケージからは大体の場合出たがるんですよ。うん。プラスチックケージに入れて、保温した,したりしながら差し絵をして育てますけど、ひ、まあ、なから中びなになるにあたり、えー、日中と、 ある時間帯はもうケージの中にちょっと入れておきましょうとかね。プラスチックケージから出たりするわけです。そのような過程を経てきている中では、ほとんどの鳥さんが、多くの鳥さんが、プラスチックケージから外に出たがるんですよで。プラスチックケージから外に出たがるし、ケージからも外に出たがるんですよ。だって餌食べてるのと延長線上ですから、餌もらう時に外に出て餌もらったりするでしょなので、嫌なことがないからです。 で、小さな時から飼ってる鳥さんだったらば、大体の場合はケージから出たがるんですけど、で、出たがらない場合は手が嫌いになってしまった場合とか、ケージ以外の、ケージの外の環境が危険な環境、怖い環境にあると思っているからだと思うんですよ。で、この場合、えっ、ー、と、ひなの時から来ているなら多分出るだろうなって想像するんですけど、なので、ひなの時じゃない時から出たの、 来たたのかなと思いました想像です。差し入れが終わったあたりから来たのかもしれない。ペットショップからそのままお迎えしたのかもしれない。で、もう飛べるような状態になってお迎えしたのかもしれない。でも、手に乗るっていうことはきちんと、あの、育ててくれて、可愛がってくれたんだろうなと思います。ひなの時とかペットショップさんでですね。手から餌を食べてくれるっていうのも手が嫌いになっていない証拠だからいいと思います。 で、無理やり手に乗せ、ここの、この場面ではないんですが、無理やり手に乗せるという間違ったトレーニングというか遊びをする場合があります。こうしてですね、手に乗ってるでしょはい、乗って、乗って乗って、はい、こっちに乗ってごらん、乗ってごらんってしたら、こう乗るわけですよ。乗り換え、乗,乗り換えます。い偉いね、偉いね、上手。じゃあ、こっち、今度こっちに乗ってごらん、こっちに乗ってごらんってしたら、今度こっち側にこうして乗るわけです。 なんかずっとですね、無限の階段がですね、目の前に現れてきて、ずっとずっと登り続けなければならないというね。<laughs> 人間から言ってみると、あの、来たから乗ってくれたって思ってるから、偉いなと思うかもしれないけど、鳥さんにしてみれば、目の前に出された手がとても嫌だ、と思っているかもしれません。嫌だな、ツン,ツン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 してくるなツンツンされるとバランスが崩れるし、ツンツンされたくないんだよ。でも、なんか手の上に、その手の上に乗ると、 そのタイミングの時だけ、その時だけは、ツン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 されないぞ。階段が止むぞ。と思って、嫌だけど仕方ない。乗ったら終わりになるかもしれないと思って、マイナスの、マイナスの理由で乗っているという可能性もあるです。だから、手に乗るということも、喜んで乗っているのか、嫌だけど乗ればもうこれが終わるんだなって思って乗ってるのか分からないけど。でも、無理やりしたくないって書かれているので、無理やりはしてないと思うし、無限階段みたいなこともしてないと思うので、いいと思っていて。 でペットショップからお迎えした時は大体ペットショップの中のお客様が来てですね、鳥さんの飼い方をまだ知らないお客様が、お子様とかがバンバンって触ったりする、したりするので、人間が怖くなったり、手が怖くなったりすることはとても多いから、ペットショップでそういうふうに手が怖いから手に乗らない、ケージから出ないっていうのかなと思ったけど、そうでもない。手に乗ってくれるし、手から餌を食べてくれるから。うん。そしたらですね、ケージ以外の ケージから外の場所が怖いんだと思うんですよ。興味がないか。そもそもね、出なくてもいいんですよ。出なくてもいいってなんか、出たがらないなら出さなくてもいいんです。はい。まだ出てほしいとは思いますけど、多分鳥さんも、あのー、何の問題もなければ出たいと思うし、出て飛んで遊んだりすることは好きかもしれませんが、 ケージ以外の場所にな、どうか、どうです、どうかですよね。例えば他の動物がいないかどうか。先住鳥がいないか。えー、っと、例えばぬいぐるみも怖がったりすることもありますし。例えば掃除、モップとか掃除とかも嫌いかもしれません。例えば前にいたところで、 えー、モップで床を掃除していたとする。そのモップがとっても嫌いだったとする。嫌なイ,イメージがあるのかもしれない。そういうモップが目の前にあると出てこないとかいうことももちろんありますし、カーテンの柄が嫌いなこともあります。うん、例えば音とかも嫌いなことがあるかもしれないし、えー、そうね。家に来てどれぐらいなんでしょうね。ケージ、 の中は安心だと思ってるけど、ケージから外に出ると危険だと思ってるから出れない。じゃあ危険だと思わないようにすればいいっていことなんですけど。さあどうでしょう。この前ですね、ありましたよ。お花、あの、質問を受けたんですけど。えっと、インコさんがいて、えー、飼い主さんと二人で暮らしていたけれども、仕事の関係で実家に帰ったと。実家に帰ったら家族と一緒に、 オカメインコさんと自分と暮らすことになったと。そして、そこでは新しいオカメインコさんの場所、置き場所、ケージの置き場所、新しく場所を作っておいたと。それが、実家にいたワンちゃんの家,家の近くであったり、それが見えていたり、他の鳥さんがいたりして、すごく環境が変わって、ドギマギして、外の世界は怖いと思い、出てこれなくなったと。 で、飼い主さんのことは好きだけど、飼い主さんに対しても、その、心を開けなくなってきたというところがあって、例えば、この環境に慣れてくださいねっていうのはものすごく時間がかかることだし、ステップを小刻み小刻みに小さく小さく、うー上がっていくステップじゃないとなれないので、とりあえずは、1対1になれる。他の動物が見えないところで落ち着く場所にケージを移動して、そこで、えー、ほ ケージをだから開けてみてください。今までのように出れ、出れ、出れませんかって聞くと、やっぱり出れたそうなんですよ。他の鳥、その場合、その子の場合は他の動物、他の鳥、他の環境、飼い主さん以外の人が、生き物がいる環境がストレスになり、怖いと思ったから出れなかったんですよ。飼い主さんだけになったら、今までの、場所は違うにしても、あの、今までの一対一の関係だったから、少し安心してケージから出れたっていうのがあるんですね。その、 ケージ以外の場所は嫌な場所だ。危険な場所だ。怖い場所だ。と思っている理由はそれぞれなので、ちょっとわからないんですけど、危険なものや怖いものがないかどうかを、まず探してもらいたいですね。それでね、こう、自分に自信がない、鳥さん自信がなくて、例えば普通、羽、切ってないと思うんですけど、羽を、あの、あの、切ってたりして、クリッピングして飛べないように切っていたりして、飛べないから自信がないとかですね。 えー、もあるかもしれません。うん。逃げるのに自信がない。何かあった時に飛んで逃げるという自信がなければ、やっぱりなるべく外出ないようにしようとするかもしれないし。でも、鳥さんの世界はカゴの中だけではなく、カゴの開いた扉の上、上までは大丈夫とか、あそこからちょっと登っていって、よじ登っていって自分のケージの上までは大丈夫だとか、少しずつ自分の 安心だと思えるエリアを広げていってあげることは大事だと思うんですよ。自分の活動エリアが広がるわけですから。その時に絶対に怖い思いをさせないようにしてください。嫌な思いをさせないようにしてください。そこにやっと扉が開いて扉のところまで来た時にそこで嫌な思いや怖い思いをするとやっぱり怖いって思って関連づけるので。ケージの上にいる時に嫌な思い。例えば捕まえてケージに戻すだけでも嫌かもしれません。そうなるとケージの上にいたらやっぱり怖い。 やだと関連づけても出,出なくなるようになるので少しずつ自分のエリアが広がってくるとそれは活動のエリアが広、生きている活動のエリアが広がるからいいことだと思います。そのステップステップはですね人間が思うよりもものすごく小さな段差、階段を 少しずつ少しずつ登っていかないとダメです <laughs>。いきなりハードル高いのは無理なんですね、鳥さんは。そういう意味ではですね、小刻みなハードルにしてやってあげてください。ちょっとこの質問ではわからないところが多かったから、うん、想像想像で話しましたから <laughs>、また質問してくださいね。はい。よろしくお願いします。はい。いつもご視聴いただきありがとうございます。良かったなと思う方はチャンネル登録を。楽しかったなと思う方はいいねボタンをお願いします。 皆様に見ていただくことが、鳥さんの世界がもっと良くなることにつながることになります。どうぞご視聴よろしくお願いします。